ラジオ DJ、 スタジアム DJ、 実況者の DJ 渡るがサッカーを熱く語るチャンネル、 DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。はい、 DJ 渡るです。今回の動画はなでしこジャパンパリオリンピック選手名鑑、谷川桃子選手編。はい、さあ今回ね、動画をお送りしておりますけども、まあ毎回ちょっとなでしこジャパンの選手一人ずつパリオリンピックまでに紹介していこうということで、今回は谷川桃子選手を紹介していきたいというふうに思っております。2回目は谷川選手の紹介です。まあ今回は基本情報であったりとか適正ポジションについてもお話ししておりますので、ぜひ最後までご覧いただき、チャンネル登録、コメント、高評価の方お願いします。それではレッツゴーいきましょう。まあまずね、谷川選手なんですけど、まあこの18人、まあバックアップメンバーはちょっと今回紹介しないですけども、パリオリンピックに選ばれた18人のメンバーを1人ずつ紹介しております。まあ、そのうちの1人、今日は、谷川桃子選手をピックアップしました。谷川選手は現在ローゼンゴードというスウェーデンのチームでプレーしております。バイエルンミュンヘンからのレンタル、JFA アカデミー福島、名門中の名門からバイエルンへ行って、そしてバイエルンからのレンタル移籍ということでローゼンゴードでプレーしているというふうになっております。現在19歳、まあ、U20 女子ワールドカップの、まあ、出場資格もあるということなんですけども、まあ、パリオリンピック出るので、おそらくまあまあ確実、ほぼ確実で U20 女子ワールドカップは出ないかなというふうに思います。まあクラブが許さないでしょうね。はい。まあやっぱり大会ね、連続して戦うってなると、それだけ疲労感もあるし、いろいろね、やっぱり、ね、怪我っていう部分も心配されるので、選手を壊さないっていう意味でもやっぱり出場はないと思いますね。まあオリンピックに出てるんでないと思います。2005年5月7日生まれ、168センチです。まあ、女子選手にしてはね、まあまあ高い方かなと思いますね。愛知県出身。まあミッドフィルダー、シャドウ、ボランチ、まあ真ん中ですね、本当に。まあボランチで主にプレーする選手ですけども、アンカーであったり、またシャドウ、トップ下、まあクラブでトップ下をプレーしているっていう感じがありますが、まあそうね、適性としてはもうちょい前で見たいかなという感じがします。なでしこジャパンでは本当にボランチ、アンカーで使われますけども、もう谷川選手からしたらもう一個前で見たいなと。やっぱ攻撃的な選手だし、まあ前で刈り取れたら大きいし、あと飛び道具持ってるので、この選手にシュートを打たせてほしい。だってそれ、なぜかというと、24シーズン、今シーズン、ローゼンゴートスウェーデンで公式戦成績13試合で13得点。1試合1点平均なんですよ。ねえ、しかも10試合連続ゴール、9試合連続ゴールか。ねえ、リーグ戦では。そう考えると、やっぱ得点力ある選手だし、海外でも十分活躍できるっていうことを考えると、まあ、やっぱりもうちょい前でプレーしてほしい。なでしこジャパンとしては、もうもっと前でプレーして点取ってほしいなという感じがしますね。はい。まあ、名門で学んでバイエルン行って、デブローゼンゴートと、また帰ってきてっていうところですね。まあ、スタンウェイとかね、今ボランチにいたりとかするから、まあ、ちょっともう1、2年先のバイエルンをね見据えて、まあ、21歳、20歳ぐらいになった時にバイエルンの主力になってるかっていうところをちょっと注目したいなと思いますね。いや、いけるんじゃないかなと思ってます。2018年にアカデミー福島入学しました。で U17 女子ワールドカップには出場をしてます。 U17 出てるんですよね。まあおそらく今回は U20 は出られないかなという感じがします。2023年のアジア競技大会、まあこれはなでしこジャパンというのは使えませんでした。他に試合があったのでね、日本女子代表として出たアジア競技大会ですけど、なんと5得点素晴らしいですね。アジア競技大会で5得点、まあ、ここで頭角を表したと。なでしこジャパンデビューは2023年12月のブラジル代表戦、まあ、アジア競技大会でしっかりと示して、そして、ね、ブラジル代表戦に選ばれたと。まあ、そこから本当にすぐに頭角を表して、パリオリンピックの代表もね、つかみ取ったということになります。19歳がパリオリンピックの出場権を獲得したということですよね。え、素晴らしいじゃないですか。この選手本当に期待です。本当にね、この人も逸材だから、日本の将来明るいなと思いますね。ここに新庄選手もいたりとかすると、本当に次の日本代表なでしこジャパン楽しみだなと思いました。守備、攻撃、ミドルシュート、本当何でもできるボランチ、飛び道具もできるボランチってマジで大きいですから、こういう存在はね、重宝してほしいなと思います。というわけで谷川桃子選手紹介でした。さあ、というわけで、谷川桃子選手のポジション、まあ、この位置でしょうね。まあ、長谷川選手と一緒になりますけども、まあ、シャドウ、まあ、主にボランチ、アンカーで使われております。まあ、先ほども言った通り、やっぱボランチとかだとゴールから距離が遠くなりますので、まあ、もちろん武器はそれだけではないんですけども、谷川選手の武器を存分に活かしたいという意味では、もう一個前、やっぱりシャドウの位置、インサイドハーフで使ってほしいなというところではありますが、やっぱ守備の安定感もありますし、ゲームも作れるので、ボランチでもいいかなと思います。まあね、例えばですけど、僕の中では433にして、アンカー長風が、熊谷崎選手にして、長谷川選手と、谷川選手がインサイドハーフ、シャドウを組んでも面白いかなというふうに思いました。というのもやっぱはたけるし、ドリブルもできるし、まあ、長谷川選手がドリブルをしたりとかして前に行ったりして、ちょっとこう2トップ気味になって、
谷川選手がトップ下みたいな。で、インサイドハー、サイドハーフ、ウィングがちょっと下がり気味のウィングバックか、まあ、サイドハーフになったりとかして、で、まあ、トップ下に谷川みたいな感じで変則でもちょっと面白いなというふうに思いましたし、ちょっといろんな谷川選手がいることでいろんな可能性考えられるなというふうに思いました。だから特に僕の中では谷川選手は水色のポジションを使ってほしいけども、まあ、オプション1の H で使われてるかなという感じがね、します。さあ、こんなふうにちょっと短い動画ではありますけども、1個ずつね、1人ずつ紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん注目してください。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価の方お願いします。あなたのチャンネル登録がサッカー会場、サッカーから未来を変える力になります。